はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、チャレンジ動画となっております。でね、最近チャレンジをするとよくね、コメント欄で来ることがありまして、食べる量減ってるんじゃないのとか、弱くなってるんじゃないのって言われるんですよ。いやね、一つだけ言わせてください。その通りでございます。というのもやっぱりね、行って筋肉出てきているので、こうチャレンジとか、まあ、時間制限があるものでね、こうダーって食べたりしなくなると、ストレッチをしてないのと一緒で胃がね硬くなってしまって、食べる量はそんなに変わらないとしても短時間でねこう食べきるっていう能力がすごくね弱くなるんですよ。やっぱりね、この期間どうしても外出を避けていて、チャレンジとかが減ってしまっていたので、食べる量、まあ時間っていうのかな、弱くなってると思います。ちょっとね、こっからはチャレンジメニューは全力で挑もうと思いまして、まあほぼほぼリハビリ期間みたいなもんですね。ということで、今日のチャレンジは全力で挑んでいこうと思います。なのでちょっとね、動画内食べる飲食のマナーとかね、そぐわない部分があって、もしかしたらね、汚い部分出てしまうかもしれません。まあそういった部分ね、あらかじめご了承いただきまして、今回の動画ご視聴いただければと思います。でこのね、リハビリとして今回訪れましたのが、こちらの見えるかな、千葉県にございますラーメン神月さんでございます。大食い系の動画とか普段から見ている方はね、このチャレンジメニュー知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、もちろんラーメン屋さんなんでラーメンのチャレンジと、で量はね他のチャレンジに比べるとそうでもないらしいんですけど、いかんせん制限時間がめっちゃ短いらしいんですよ。まあ今のね、この僕の早食いがあまりできない胃の状態ではかなりね、リハビリには向いているチャレンジかと思いましたんで、今回はこちらに挑戦していきたいと思います。はい、ということでただいまね、店内の方に入ってまいりました。で今回いただくね、チャレンジメニューの説明なんですけども、まずね、ラーメン自体は麺4玉ほどで、スープ会員が条件となっております。ちょっと制限時間がばらつきがありまして、一応12分以内に完食の場合、今までねチャレンジャーが挑戦して失敗した分の料金がね全部キャッシュバックされるそうなんですよ。で15分で完食の場合2000円のキャッシュバックで、20分で完食の場合は1000円のキャッシュバックだそうです。まあ、失敗の場合というか、まあ前払い制なんですけれども、こちらは2000円となっております。このメニューね、めちゃめちゃスープが熱いらしいので、チャレンジする皆様、僕もそうなんですけど、やけどにはねお気をつけください。はい、ということで、メニューの到着まで待ちたいと思います。おー、でかい。いただきます。はい、ちなみになんですけど、記録で言うと最短ってどれぐらいだったの？こっちはチャレンジャーさんがまだいなくて、はいはい、あのマックさんが記録です。9分10分18秒10分18秒。本店のは味噌じゃなくて醤油で、はい、はいはい、少なめなんですけど、はいはいはい、ちょっとあの、さくらさんも、あ、はいはい、さくらさんが9分台。9分。あ、でもこれよりも全然あのイージーな、これよりもイージー。やっぱこっちの方が難しいんですね。難しいみたいな。じゃあ一応ね、目標は、10分を切る予定です。you
おめでとうございます。すごい。はい。あっ
ずいや、あということで、一応ね、記録の方は9分の、39秒か、多分間違ってないよね。一応ね、あの目標の記録とか最短のね、タイムは更新できました。味はもうめちゃめちゃうまいです。脂もしっかりあるし、濃厚なね、味噌の味わいもして、ほんのりね、ちょっとピリッとした唐辛子の辛みも効いていて、北海道味噌ではないんですけど、まあ、ちょっとそれに近いね、こう脂のいっぱいある濃厚系ラーメンっていう感じで、もう味はめちゃめちゃ美味しい。ただこうやって油膜がちょっと熱い分全然冷めなくて、そもそもね、スープ自体もかなり熱く仕上げているので、これはね、やばいです。本当にあのこのチャレンジ挑戦する場合はしっかりとね、お水とかを飲みながらやらないと本当にやけどすると思いますので、そのあたりはね、十分注意して怪我のないようにね、チャレンジをしてみてください。もしあのお店さんがよろしければなんですけど、僕基本的にチャレンジメニューって商品とか、まあ、無料っていうのはあんまりなしにしてもらって、できれば基本的にお支払いさせてもらってるんですね。で、逆にこういう動画とか見て、今後あのチャレンジする人とかがそのキャッシュバックでもっと持ってってもらった方が僕も嬉しいので、あのお支払いをさせてもらって、はい、僕の分ちょっとキャッシュバックの方させてもらってよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。よかった、はい、ってことなんで、そしたら賞金の方、まあ、僕の分もね、キャッシュバックになりますんで、ぜひね、次のチャレンジも皆さんあの楽しみに、挑戦しに来てください。はい、ってことで以上、ラスカルからでした。じゃあね。